フランクシャー・ウッド・ローランドはアメリカ合衆国の科学者であり、1995年のノーベル科学賞、また1989年の日本国際賞の受賞者である。主に大気科学の分野において大きな貢献をした人物である。オハイオ州出身。オハイオウエスリアン大学卒業。1952年、シカゴ大学にて博士号を習得後、プリンストン大学。 カンザス大学と経て、カリフォルニア大学アーバイン校の教授となる。1970年より、マサチューセッツ工科大学のマリオモリーナと共に、大気科学の研究に打ち込む。1978年には、全米科学アカデミーの一員に選ばれ、1993年には、アメリカ科学振興協会の会長を務めた。彼の最も重要な貢献は、 スプレーや冷媒などに使われていたクロロフルオロカーボンがオゾン層を破壊する実態を発見し世界規模の CFC 規制をもたらしたところにある。これによって1995年にモリナ及びドイツのパウルクルッツェンと共にノーベル化学賞を受賞した。他、核兵器がもたらす大気への影響に関する研究や地球温暖化に関する研究などにも携わっている。 ローランドの研究室があったアーバイン校の一校舎は彼の偉業を称えてノーベル賞が授与された同年にローランド・ホールと名付けられた。2012年3月10日、カリフォルニア州ロスアンジェルス市内の指定にてパーキンソン病の合併症のために死去。84歳没。ありがとうございます。